はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、9月の8日です。木曜日かな。はい、まあ1週間もね、そろそろまあ終わりますけれども、はい、皆さんお元気でしょうか。うん、あのね、僕はですね、最近ちょっと調子いいんですよ。はい、体の調子がいいというかね。うん、夏のね、その暑い時期はやっぱりこう暑いからちょっと調子悪くなるじゃないですか。うん、っていうのと、なぜか僕毎年この10月11月がすごい体調が悪くなるんですよ。あら、風邪とかじゃなくて、なんか調子が悪くなるんですよ。忙しいからですかね。あ、それはあるかもしれないですね。うん、あとはまあ寒くなっていくっていうのもあるのかもしれないんですけどね。で、それをまあいつも嫌なんですよ。うん、で、今年はちょっとそういう風にならないようにってことで、ちょっと考えてですね、あの健康に良さそうなことをしたりとかしているんです。うん、素晴らしい。うん、で、そしたら、まあ運動したりもそうですけどね。あの今調子いいんですよね。あ、よかった。はい、なのでこのまま行きたいなと思ってます。うん、はい。で、まあ今日はね、たまたまそれに関係するようなね、まあそんなお話ができればいいかなと思ったんですけれども、今日9月8日まあいろんな日がありましたけれども、これ語呂合わせでね、9、よ、まあ9なんですけどね、9で9じゃないですか、9月の9と8日のよ、休養ということで、休養の日なんですって。へえ、これ僕全然知らなかったんですけど、うん、休養っていうのは、まあ、休っていうのは休むで、養っていうのは、養うだってる、これ、うんうんうん、漢字が最近ちょっと弱くなってきてますけど、うん、まあ、休養っていうのはこう、なんていうんですかね、しっかり休んで、まあ、回復するというかね、そういうような意味ですね。うん、うん、例えばだから、まあ、スポーツしてね、試合をして疲れました、じゃあしっかり休養をとってまた練習頑張りましょうみたいな、そういうことなんですね。はい、はい、で、休養ってのはやっぱすごい大事じゃないですか。うん、なんていうの、例えばいつも仕事頑張ってて疲れてるんだけど、その土曜日日曜日ね、休みの日もキャンプ行ったりとか、なんか登山に行ったりとかしたら疲れちゃうじゃないですか。そうですね。はい、もちろんそのね、心の方を考えると、なんかこうわーってこうね、運動したりとかする方がリフレッシュできたりとか、ストレス解消できたりっていうのはあるんですけど、そのそれよりもちゃんと寝たりとか、ちゃんとこう落ち着いてね、美味しいものを食べてゆっくりするっていうことも必要じゃないですか。うん、うん、どうですかその辺。休養はね、大事です。大事ですね。もう疲れるとね、もう元気も出ないし、うん、やる気も出ないし、うん、本当にいいことがないんですよね。そうですね。ちなみに、まあ、休養って聞いたら、どういうことをするようにしてます、自分だったら。私はまずは寝ます。とにかく寝ると。ゆっくり寝ます。うんうんうん、でもさ、寝るって言ってもさ、その寝れないくないですか、そんなに。そうかな。まあそっか、寝れる。まあ普段がね、短い睡眠だったら、うん、長めにとるようにはしてます。だから遅く起きるってことだよね。そうそう、ね、だから早く寝るか。あ、なるほどね。うん、いいですね。はい、うん、あとは。あとはそうですね、日本なので温泉に行ったりとかね。ああ、いいですね。うん、やっぱ僕もちょっとそれは思ったんですけど、休養って言ったらなんか何もしないところに行ってゆっくりするっていうイメージで、うん、例えば温泉行ってマッサージしてもらってご飯食べて寝るみたいな、うん、そういう感じですね。わかります。はい、僕結構その家でただずっと寝てると逆に疲れるんですよね。あ、なるほどね。うん、なんかこうやっぱりそのさっき言ってたみたいに、心の方の休養も必要だなと思ってて、うん、なんか例えばいつもと違うところに行ってゆっくりした方がなんか休める感じもあるんですよね。確かにね。うん、なんでしょうね、
気分転換っていうのも大事なのかなとは思うんですけど、うんうん、うんうん、温泉はいいですよね。温泉は最高です、うん、ゆっくりお風呂に浸かって、でその後ゆっくり体を休めてね。そうですね、うん、まあ今サウナとかもね流行ってますけど、僕はあの温泉に入ってで出てでちょっと寝るじゃないですか。でまた温泉に入ってで出て寝るっていうのをこう何回もするのは結構好きですね。あーいいですね。なんか贅沢じゃないですか。贅沢、すごい贅沢ですよね、うん、なんか僕ね子供の時ねあのまあ温泉旅行とか家族で行ったりすることあったんですけど、何が面白いのか全然分かんなかったんですよね、うん、だって寝てご飯食べてお風呂入ってだけじゃないですか。確かに、ね、何回もやるんですけど、まあ、やっぱり大人になってね来ると、ああそういうことだったのかと、うん、感じになりますよね。やりたいですね。うん、まあ子供はねできるだけ外で遊びたいとかさ、であとはその若い人たちもさ、なんか休みがあればどっかに遊びに行きたいっていう感じだと思いますけど、うん、まあもちろん僕らもそういうのあるじゃないですか。あるけどなんか休養っていいよねっていう感じじゃないですか。はい、まあ、せっかく今日休養の日なんでね、まあこれを機に休養の計画を立てたいななんて思ってるんですけどね。あ、いいと思います、うん、あの僕ら結構外国の国にまあ行ってたじゃないですか。はい、最近はねあんまり行けてないですけど、その中で、まあ、いくつかやっぱ温泉のある国っていうのがあったじゃないですか。うん、まあ最近で言うと、ハンガリーとかあとアイスランドとかに行った時に、まあ、温泉がありましたよね。うんうん、でまあ全国世界いろいろ見ると、まあ他にもね温泉あったりする地域ありますけど、どうでしょうかね、温泉っていうあるところの人たちやっぱりみんな温泉好きそうなイメージがあるし、あんまり好きじゃないっていう国の人もいると思いますよね。そうですね、うん、なのでまあ皆さんの思っている休養っていうのがそれぞれあると思うんですよ。はい、例えばなんだろうな、山小屋に行ってでのんびりするとか、うん、なんだろう、海で寝るとかね、まあ、本を読むでもいいですけど、皆さんの思っている休養、これはもう最高の休養みたいなのがあれば教えていただきたいなというふうに思います。はい、ちなみに今温泉って出たじゃないですか、うん、であと寝るっていうのが出たじゃないですか。僕はね結構ね外国に行ってあのもうトレッキングとかしたいです。疲れそうですけどね。はい、それなんでかっていう理由がちゃんとあるんですけど、あの僕はまあフリーランスで仕事をしてるっていうことがあって、あの休みがないんですね。で曜日とかあんまり関係なく毎日こういろんなお問い合わせメールとか電話とか来るんですよ。そしてあの海外の人ともやってるんで、こう時差があって夜とか寝てる時とかでもこうブッブーみたいな感じで来るんですよ、メールとか。でそれをもう全部海外行くんで連絡しませんって言って、でいつもとは全然関係のないところに行って、まあトレッキングするじゃないですか。そしたらすっごい疲れる。うん、でもうすっと寝ると。でその時はもう仕事の連絡とかも全くしないと。それが一番僕は好きです。いいことですね、うん、それね、じゃあそれ日本でそれやればいいじゃないかっていう人が出てくると思うんですけど、意外となんか連絡来たら見ちゃうんですよね。うーん、それはなかなかね日本でやるのは難しいんですよ、僕の性格としてね。確かにね、はい、なのでまあもう海外に行くんで連絡しないでくださいねみたいな感じでね、あの結構ありますね、そういうことはね。いい機会ですよね。はい、まあ、最近その、まあ、コロナの影響でね行けなくなっているっていうのがあるんで、まあできれば日本の中でもねそういうことができるようになっていきたいなというふうに思いますけどね。うん、うん、まあ、皆さんもせっかくね今日は休養の日なので休養について考えてみていただければいいなと思います。はい、ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。